はい、こんにちは。これよりホテル伝統のコンソメスープを仕込みたいと思います。仕込む量は120リッター。皆さん最後までどうぞご覧ください。よろしくお願いいたします。はい、これより材料の確認をしていきたいと思います。今回この私の35台のレシピ、これを使って、確認していきます。はい、それではコンソメブイヨンの材料を、確認していきます。爪取り、牛骨、牛すじですね。それと、香味野菜、人参、玉ねぎ、セロリ、ニンニク、トマトで、2日目の仕上げになります。仕上げは、牛のひき肉、卵白、香味野菜で仕上げます。はい、これよりコンソメブイヨンの下処理をしていきます。一晩水にさらします。一晩水にさらすことによりまして、クリアな雑味のないコンソメスープ、そして、ブイヨンを引いているときにアクが少なくなります。ビーフの血抜き、チキンのアク抜きです。牛骨入れます。鶏ガラ、鶏骨入れます。牛すね入れます。地肉です。こちらも牛すねで入れます。水を出しっぱなしでさらすんですけども、水の対流ですね、下から水をさらす、そうすると、全体的にきれいにさらすことができます。はい、本日より2日目の工程となります。昨日の夜さらして帰りました、牛すね肉ですね。もう血が抜けてもう真っ白になってますね。こちらを今日火入れして、野菜を入れて凍っていきます。はい、これより火を入れていきたいと思います。これ蒸気釜ですね。ケトルという、熱源な蒸気、これを使って、火入れをしていきます。今全体に入っている蒸気を埋めます。じゃあ止めますね。1リッターのレードルを使ってダイナミックに
菜を投入します。本日コンソメ、仕込み3日目に入りますね。今日は仕込みになります、今日は卵白を使って、済ましていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。まず牛のこれミンチですね。はい、じゃあね、香味野菜入れますね。トマト、卵白、これ重要ですね、卵白ね。昨日コンソメのブイヨンを取ったあのブイヨンを1日経つとこれだけ固まります。ゼラチン質がすごい出てますので、こう何もあのゼリーとか入れてませんけど、これぐらいブリブリに固まります。
あと安定させる、はい、安定に始まるね。もうちょっともうそんなにこうやらないんで、もうあふれでこの状態で今周りがちょっと湧いてるのが見えてきてるんで、はい、でこれぐらいまで来てしたら、あと温度を安定させたらもうそのままこう状態が落ち着いてくるんで、でそれからはもうね、あと色の変化がちょっと例えば香りと色の変化がすぐ出てくるんで、じゃあ塩と胡椒ローリエ入れます。はい、温度の方が、だいぶ安定しましたね。これでかなり澄んできてますね。見てもらって、これで味が出るまでかけます。何時間とは決めずに。じゃあこれから干します。